まず自分に似合うから何色が似合うかなと思う。兄弟なんですけどね、似合う色がちょっと違うんですよ。50人に1人が言ってたっけ。50人に1人みたい。はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットの似合うカラーをね見ていきたいなと思います。ということで、弟が隣にいてるんですけども、弟と一緒にですね、このマウンテンライトジャケットっていつも毎年いろんな色出るんやけど、何色買おうかなって思う方が非常に多いと思いますので、弟が見てね、これ似合うカラーってこういう色なんちゃうかなとかね、僕にこういう色似合うんちゃうかな、タグがこういう色似合うんちゃうかなっていうのを見ていって、さらに僕の方からもね、こういう色相感とか見ながらね、あ、確かにこういう人にはこの色似合うよなとか、この色はこういう人しか似合わんよなとかっていう話をねしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、弟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、弟別にパーソナルカラーの診断とか特にないんですけども、もうなんとなく多分話は聞いたりとかしてるから、僕からね、いろいろなんとなくこう分かるかなと思いますし、彼自身もねパーソナルカラー受けてますので、自分に何色が多分似合うかは分かってると思いますが、まずはね自分の似合う色っていうのを、選んでもらいたいなと思います。マウンテンライトジャケット、まず何があるか、この、ブラックデニムがあったり、こういうグレーがあったりとか、こういうイエローですね、これサミットゴールドっていう名前やけど、まあイエロー系ですよね。でこれがユーティリティブラウンかな、ちょっと濃いめの茶色とか、次がブルー系ですね、こういうブルーとか、インディゴ系があったりとかっていう計6色あるんですけど、一応春夏秋、まあ冬はないとしても、まあ春夏秋ぐらいまでは全部あるかなと思います。冬はちょっとまあないけど、まあ冬っちゃ冬でいけるかなと思いますので、まず自分に似合うから何色が似合うかなと思う。これやな、うん、やっぱりこれだな。なんでその色が似合うと思ったん？ターコイズ的な色が結構似合うんじゃないかなっていう、うん、まあ言うたらこの辺りかな、うん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 、色味的にもちょうどここかここかぐらいの色味ですね。で結構なんていうか、こう明るめというか、うんうんうん、暗いのよりかはちょっと色がついてるようなのが似合うっていうことで、これの色じゃないかなと。暗めって言ったらこういうインディゴがちょっと暗いんだな、うんうんうん、でこれ後でじゃあ一回着てみようか、比較してみようか、はいはい、これが似合うかなということですね、はい、身長何センチ173ですね。173、体重は、66です。はい、で L サイズですね、はい、では次こっち、L サイズ着てもらいたいなと思います、はい、ではちょっと顔の表情を見ていきましょう。どうですかね、まあ、ちょっと暗くなった感じやけど、まあそんな変じゃないけども、自分的には何が似合わんと思った。ちょっとやっぱりこう暗めの色があんまりよろしくないのかな、うん、なるほど。僕はもうちょっと暗いのはあんねんけど、どちらかといったら色がちゃんとついてる方がいいんではないかなと。さっきのこっちの方が、はい、まあ、華やかにはなるような顔がパッとな、これちょっと暗いよな。自分で似合わんなと思うのはどの辺が似合わんと思う。けど今思ってるのはどっちかかなっていう気がしてる、うん、一回じゃあ着てみようかこっち、はい、ちなみにね、彼はねこういう上にあるようなイエローベースっていうわけでもなくて、ブルーベースっていうわけでもないんですよ。このミドルベースでこの辺りがね得意っていうことなんで、まあ、この辺りの色味は似合うんやけども、次こっちの色味とかがどうなんやろなっていうのをね見ていきたいなと思います。絶対な表情は明るくはなると思うんだけど、はい、顔が負けるんやろなっていう感じだな。色合い、うん、色に負けちゃう顔が。髪色とは相性はいいんやけど、肌荒れがやっぱちょっと目立つかなっていうような感じもあるし、こう浮いてるような色だけがこうパンと出ちゃってるから、それはさっきのこっちの方がまあ自然ですよね。別にね決して色として悪いわけじゃないんだけど、うん、なんか作業着みたいに見えねえな、やっぱ合ってないからな。なるほど、いいですね。そしてブラックも着ときましょう。まあ、顔的にちょっと暗めの色も苦手やから、少し地味な印象になりそうやな。まあ地味ですね。これ髪色がまだ明るいから助かってるけど、黒髪やったら結構地味やと思うで。まだ真っ暗やったらいける気がするんだけど、なんか灰色みたいな、うん、ちょっと色合いが入ってるのが微妙な。もうそれやったらもうこのまま全部いっちゃえ。これちょっと若干くすみのかかってる、同じ黄色でもちょっとくすみのあるというかね、色味のちょっと薄い感じというか見ていきたいなと思います。ちょっと顔が病人みたいになったな。どう、自分的にはまだマシかなと思う。黄色とか真っ黄色よりはな。髪の毛ちょっと一回上げてみて、まあまあマシっちゃマシやな。そんなめっちゃ変じゃないけど、さっきのやっぱ黒の方が変やったかもな。地味な感じ。自分的にはどれが一番しっくりきてるの。馴染みのある色っていう言い方で言うと、うん、今来たこれかなっていうのが自分の車のカラーと似てるんです。ああ、そっかそっか。そうそうそう。ただ多分似合ってるのはこれやねんなっていう気はする。じゃあ次は、はい、俺に合う色を出してほしい。はい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 。と合わない色。うんうんうん。まあ、でもこれ全部俺着たことあるから視聴者さんは知ってると思うけど、これ似合いそうやなみたいな。兄弟なんですけどね、似合う色がちょっと違うんですよ。多分、まあ、この辺は似合うやろうな。でこっちが明るさがどうなんかなとも思うねんけど、一回着てみようか、はい、あ、いい感じだと思う。まあこれが基準点になるからね、 M1 でもそうやろ、一番最初が基準点になるから。じゃあ同じ黄色やけども、なんか印象がどうなるか。さっきやったらちょっと落ち着いてるかもしれんけど、こっちもうちょっと若くなるかもしれん。まさにその通りで、なんかイメージやけど、こっちやったらボード行ってる兄ちゃんみたいな、
で向こうは街中歩いてるお兄さんみたいなイメージ。だ黄色としては全然悪くはないと思う。色だけ浮いてるとかはない？色むちゃくちゃ浮いてることはないけど、向こうの方が似合ってた。どちらかというと秋のオータムの人はまあそんな色が似合うからね。じゃあ次は似合わない色。似合わないはもちろんやっぱ僕が一番似合ってたあのターコイズというか青色かな。俺はな違うと思うね。あ、ちゃうんや。まあ一回着よう。確かにこれも似合ってる色ではないんやけども、やっぱけどさっきと比べたらなんか子供っぽいし、ちょっと青白いっちゃ青白い気もする。そのデニムが一番あかんのか。いやちゃうねん。今ね何を元に喋ってるかというと、僕これイエローベースやからこの上のとこは絶対似合うんですよ。でまあ下が似合わへんから今の青似合わへんのちゃうかっていう話やったんやけども、まあ単純にそれだけじゃなくて、この明度彩度っていうのがあって、明度って要は絵の具で言うたら原色、もう薄めてない色だけど、どんどんこっちになるにつれて黒を足していったりとか、グレー足していったり、白足していくとこういう風に薄くなっていくんですけど、まあ明度に関してはまあこの辺りかなっていうのと、あ、明度じゃ彩度に対してはこのどっちかっていうとこの真ん中より強めの方とか、真ん中より弱くはないかなっていう感じなんですけど、明るいくらいがあるんですけど、僕明るいのがちょっと苦手なんですよ。だからこの辺とかちょっと似合いづらい。 T シャツとか夏の T シャツこんなんあるけど似合わへんから、それ考えると明度高いこれはちょっと厳しいんちゃうかなと思ってる。サイドが低いから色味がないのよ。色味がないから地味やねん。で地味なんかしっくりくる人もおんねんけど、俺の場合地味なん着ちゃうとむちゃくちゃ悪いわけではないと思う。でもよくはない。もちろんその黄色系の方がやっぱり全然いいし、まあ、青はあれなんかな、サイド高いからなんかな、なんかこうまだそっちに比べたらマシな気もするな。でこれさ作業着みたいに見えんねんけどさ、俺はさ、やけどこれがまた似合う人もんねん。これな夏の人似合う。はい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 。夏の人とかはこれでモノトーンに行ってもいいと思う。これ黒パンで白のインナーでとかやってもかっこいいと思う。黒髪でな。確かに。ということで、まあ、最後で簡単に結果発表したいなと思うんやけど、ちなみにパーソンカラーは何？ミドル。ミドルやんな。だからイエローでもないし、ブルーでもないっていう、超特殊な50人に1人が言ってたっけ。50人に1人みたい。だから兄弟なんですけど違うくて、僕はこのイエローベースなんですけど、弟はこのミドルって言って、イエローでもブルーでもない、ちょうどこのここが強いんですよね。ターコイズ系とか、あとこの赤とか、この辺りが強い色味をの顔をしてるんですけど、まあ、これも年とともにシワできたりさ変わるから、また今は緑やけど1年後とか2年後とか3年後5年後見たらちょっと変わってるかもしれんけど、まあ、俺はずっと言ってるけどイエローじゃないって俺は思ってるけど、絶対ブルーやと俺は思ってるけど、まあ、自分の中ではじゃあこの辺りがしっくりきたり、まあ多分一番似合う色なんやろうなと思ってたかな。同じ形でもあれやもんな、色違いで全然変わってくる。違う違う、これ全部一緒、言うたら形は一緒やから。ちょっとあの年代の方が違かったりするけども、はい、やっぱさっきよりちょっと肌荒れがマシに見えねえな俺は。だから俺はずっとなミドルやとしてもブルー寄りなんちゃうかなと俺は思ってんねんけども、はい、今チラッと言われたのはミドルやけど、その今 4D パーソナルカラー4つに分ける 4D、 そうそう、ミドルって言ったけど、その前のパーソナルカラー診断やったらサマーじゃないんかな、サマーの濁色ではないんちゃう、青色の夏な、まあ、要はブルーベースってことなんですけど、確かに、まあ、色だけでこんな雰囲気違うし、でこれもっと言うと髪色でもごまかせんねん。これ髪色がちょっと金っぽいとイエローベースっぽく見えんねんやか、とかブルーも似合ったりとかすんねんか。だから髪色でぼやけるのもぼやけるけど、まあ、今度ヘアカラーとかするときもやっぱ似合ってる色やったら、自分みたいに秋やったらくすました方がいいんですけど、まあ、こういうくすんでる色味が得意やからなおさら髪色とも合うっていう、多分おそらく一番似合うのがこういう感じちゃう、お互いで落ち着くんちゃうかな。はい、ということでどうでしたか。うん、なかなかこう普通だよ。あって楽しいよね。分からんよな普通やったらな。俺もパッと見たとき多分自分的にパッていくのはこれやもんな。なるほど。まあ悪くはなかったけども、はいはいはい、まあここかここがちゃうかな、多分皆さん見ていただいてもタクゾーってこの辺ちゃうみたいな。けどやっぱイメージに残るってそんだけ似合ってるからイメージ残んねん。でも似合ってない色ってイメージ残らんねん、はい、飲み会とか来てもあいつ何色着てたかなってなるけど、似合ってる色ってあいつあの色めっちゃ似合うなってなんねんか。似合ってると 1.5 割増しぐらいになるんでね。まあそういうところで今日はの似合う色ということで、ちょっとあのパンツの色と見たらおじいさんみたいになってるけども、もし夏やねんやったらここで黒パンとか、あともうデニムでもいいかもしれない。パーソナルカラーが夏の人はそれやったらめっちゃかっこいいと思うけど、俺とかは秋やからそういう合わせ方はできんけども、こんなことでね、マウンテンライトジャケット今後買う時とかに似合う色何がいいかなってなったら、ちょっとまあパーソナルカラーも入れてみて、秋やったらこういうくすんだ色とか似合うし、夏の人やったらこういうブルーの同色系のブルーってめっちゃ強いんですよ。で冬の人とかやったらもうあえて黒とかいっちゃうとかもいいやろうし、春の人はとにかく明るい色選んでください。もうある中で明るい色を選んだらとにかく合うから華やかな印象になりますので、まあ、そんなことでね、今回マウンテンライトジャケットのパーソナルカラーをで、見てみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。全卓造ファンが泣いたあの感動が再び、全世界が待ち望んだジャパンメイドや
2023ポップアップ卓蔵のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとかカレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。